ました。ちょっと待ってね、リバープやスマバスについて、あのさっきさ、あれなんだったっけ、東武電車、東武鉄道で墨田リバーウォークのあのたもとのところに赤いね、ピンクの桜が2つ咲いてたので、はい、これからその最初に天文の方にしようかなと思ったんだけど、やっぱり結局リバービア吾妻橋の前で降りちゃいました。はい、それではね、じゃん、こんな感じでめっちゃ綺麗なんだけど、そうこの間は浅草側から行ったので、今回は、こっち墨田区側から行こうかなと思って、じゃーん、おそしあのちょうどほらさっきさ、東武鉄道で見た時にあれ綺麗だったじゃない、あれ桜が咲いてたから、そしたらこっち側が近いかなと思って、じゃん、ちょっと待ってね、重たい、じゃん、こんな感じ。そしたら、おー眩しい、こんな感じかな。まあ一日あっという間だね。じゃじゃーん、あ、ここセブンさんがあるね、ウェガスシローさんで、じゃん、ヘアカット1200円、安いね、じゃん、あ、メンズヘアカットだって、じゃーん、和牛宮崎県サーロインステーキバーガーって書いてあった、間違ってたらごめん。これで、じゃん。今日はね、なんかね、足の裏が痛い。なんでだろう。足むくんでんのかな。足の裏が痛いな。ソメイヨシノはまだだと思うんだよね。あ、信号変わっちゃう。はい。あ、変わっちゃった。はい、吾妻橋でーす。これで。こっち側からね。まっすぐ勝海舟像150m 先だって、じゃーん、あ、カヌーやってる、へー、学生かな、隅田川で、あ、気がついた、はい、じゃーん、水上バス来たね。
いいね、いいね。よっしゃ。すごい。こっちは桜はまだだね。桜が咲いたか。まだでーす。珍しいよね。ここでカヌーやってんの。ほら、見える？ね。学生の練習なのかな。それともなんかそういうツアーなのかな。ちょっとわかんないけど。はい。桜まだ咲いてないね、ソメイヨシノ。あ、さっきね、乗ったやつ、あの臨時列車じゃん。あ、勝海舟がおった。じゃじゃじゃーん。あ、すごいカヌーが。あ、でも学生っぽいね。大学生かね。ほら、なんかあれかしらね、今日大会かなんかあるのかね、カヌーの。本当さ、階段のところで踊ってる。あ、止まった止まった。じゃあ、さっき乗ったやつ、あれは乗れてラッキーだったね。じゃん。この時期の特別列車でーす。普通料金だけで乗れます。はい。じゃーん、見える。こんな感じで。おー、ここのソメイヨシノもまだだ。じゃん、じゃじゃじゃん。おー、飛行機だ飛行機。これでもうすぐで着くよ。標本見本だって。はい、目の前にスカイツリーが立ってます。牧堤通り。よし。あ、かわいい、ここにも咲いてる。ちょうどラッキーだったね。桜かわいい。あ、陽光桜っぽいなこれ。ほら、おお、かわいい枕橋。あ、かわいい。おお、かわいい。
れ。あったー、じゃーん、あ、すみません、あそこのところも素敵だね。おー、きれいきれい。おー、すごい観光客の方でいっぱい。ちょうどね、この隅田リバーウォークの、あ、ここにトイレがあります。公衆トイレ。あー、きれい。はい、じゃじゃん、桜祭りマップ。おお。素敵だね。じゃじゃじゃん。こっちに今桜咲いてます。ちょっと待って。桜橋デッキスクエア、え、隅田リバーウォーク模擬店、あ、模擬店とかも出るの、へー、あ、桜橋デッキスクエアまでずっと続くのね。その先も少し続くんだね、ほら、隅田公園、あ、コトトイ団子、すごい、結構何キロぐらいあるのかね、結構あるみたい。キッチンカーとかも出るみたい。うわー、かわいい。おー、きれい。うわー、見える？あー、ちょっとわかんないか、こちらからの方が綺麗かな。あー、すいません、あ、すいません。うわー、かわいい。うわー、かわいい。やば、あ、行っちゃった。あれ、色が河津桜っぽいね。なんだろう、これ。見えないのか。
ご成婚1993年平成5年6月9日を記念し、雅子さまにあやかり命名された当初プリンセスみやびと登録販売されたみやびもプリンセスみやびも同じ品種である。山桜と寒肥桜の自然交配によるものと推定される花は濃淡のある紅色で、花弁は5枚で長く、一重咲き、花は完全に開ききらず、少し加水して咲く。あ、開ききらないの、こういう咲き方なんだ。へえ、知らなかった。ここでの開花はソメイヨシノより若干早い。隅田公園のみやびとソメイヨシノは花の季節が重なることが多い。ソメイヨシノとは少し雰囲気が異なるみやびの紅色の花は例年大変人気がある。あー、なるほど。へー、綺麗だね。あー、ごめんね、ありがとう。はい。わー、めっちゃ綺麗。あー、めっちゃ綺麗ね、めっちゃ綺麗だね。へー、かわいい。これパーって開いたらもっとかわいいのにね、開ききらないんだって。わー、すごい素敵。
にぎわい。すごいでーす。じゃじゃじゃ。こんな感じ。おあ、これ上からもいいね。こんな感じ。めっちゃ綺麗。ちょっと待ってて。ちょっと待ってね。よし。こんな感じ。ちょっと見ててね。よっしょ、あーごめん、見えるかな。こんな感じ。あれ、ちょっと待って、見えないね。なんで見えないんだろう。あー、これか。みんな、みんな聞いてやTối mà không được sao, mắt em nhìn thì nó sáng lắm. Mà không tí nó lên sáng rồi.
はい、すいません。ついてる。なのでちょっと待ってね。すごい綺麗。ちょっと待ってね。はい、桜見ててね、こんな感じ。みんなね、すごいたくさんの人が、観光客の方が、お花見写真撮影してます。もう日本人っていうよりほとんど外国人。よいしょ。日本人知らない人、知らないかもいるけどね。ちょっと待ってね。私映ってる。